第45回。前回に続いて、喜び喜ぶ、よほど、いよいよ、予算予算案、ようやく、よろしいよろしくなど、またヨーロッパ、要するにを追加します。要音関係の言葉は非常にたくさんあります。以上のほかによりによりましては先に例示してありますが、ここでよりの変化応用形と一緒に例を挙げておきました。いよいよ、よろしくは特に注意、いよいよは小さく、これは大きくなるとますますと一緒になってしまいます。予算はよ、予算案は荘園の中に加点するわけですから、この円は少し大きくなってもいいでしょう。用のつく語はなるべく大きく15ミリ台に書いた方が分かりやすいと思います。なお、要約の場合ですが、この例のように句を書かないでつを書いてありますのは、やとか用の横の線の句をつなぐのは大変書きにくいので、横の線に句をつなぐのは大変書きにくいのでわざと方向を変えて下に向けたわけで、ですからこの図は句の変形だと考えてください。訳の時もこのように書きます。ただしこれは特例ですから、句はもちろん普通の場合は6ミリ台の横の線であることを忘れないでください。よほど、よっぽどはほどの略符号を使うので例のようになります。ほどは前に例示しましたように、こと、この3ミリと同じです。さほど、これほど、あれほどなど、いろいろ応用してみること。よっぽどの時はほどの頭を少し交差させる。それでは今回の内容自体を解説してまいりたいと思います。喜びは喜まで書いて、あとは喜ようだけで喜まで読ませて、残りの語尾を書きます。点を使って省略したことを表します。よく使われる動詞です。喜んでなど、このような位置に略符号一覧ではちょっと違ったこの辺りに点が打たれていましたけれども、まあ、こちらでいいんではないで、どちらでもいいですがね、私こんな感じで書きます。あと、だいたい説明通りで分かりやすいかと思います。訳、以前にも何度か説明しましたが、やつと書いて訳、要約も同じような感じで、要つで要約、よろしい、よろしく、よろしき、これも点を見て点で省略しているというよくあるパターンです。よろしゅうなんかは、これ略符号一覧見ると円の部分の締め方、つなげ方がちょっと違っていますが、まあどちらでもよろしいですね。はい。よほど、よっぽど、よっぽどの時はこのほどを即音のように交差するわけですね。あと、よりよる、こんな使い方、頼り頼る、まあ、頼っての場合は頼ってでもいいんですが、まあ、無理して書かないというような意味も込められているかなと。この綴り方も頼って、もしくは頼って、こんな感じで一筆でグッと書いてもいいんじゃないかなと思います。はい。それでは、早速練習問題を書いて、今日は終わりたいと思います。よそよそしい、よたよた、まいよ、予想、こうでもいいですし、まあ、どちらでも、余分、予約、
予防、酔いざめの水、預金、名誉を挽回する、名、まあ、ここまでで名で、まあ、ここから予、こんな感じで書けばいいと思います。名誉を呼び出す、呼び出す、呼びかけた、呼び止めました、呼び子、夜中、ちょっとよ丸を大きめに書いて中、用として、要するに、ダメなんですよ。これは中でも書かれていますが、最後の方で、この次のページでですね、用と書いて、要するにですが、要するに、このように書きます。するに丸で、すりするすれです。あ、すりす、すらすりすれ、す、すらすりすれですが、本来は、要するに。はい。このことによりまして、ことによると、より以上に、何々よ、何より以上に、これでよろしい、あ、よろしいです、よろしいですか、これはなんだか知りませんが、よろしい、点の位置からですかと書かずに、よろしいですか、点と書いた方がよろしい、あの、よろしそうです、よさそうです。良いですかと書くところを、よろしいですか、良いにちょっと語数が多いような感じ、点、あ、そんなイメージですね。はい、よろしゅうございます。次が、第61回衆議院会議録61、私は61以前ご紹介した、こんなふうに書きます。予算委員会の席上におきまして、いよいよ原さんの質疑が始められた。大臣も、いきなり大臣と出てきますので、丸してさっと大臣と書きます。丸自体を書いて、自分で書いて大臣と。大臣もよほど勉強しませんと答えることができますまい。明日は子どもの運動会ですので、大喜びです、大喜びです、点、喜んで、点ですね。いいものかどうか分かりません、分かりません、分かりません。あなたが頼りなんですよ、よろしく願います。文章例、これを要するに、あまりに、あまりに、逆には、逆にですね、物質的な考え方をいたしました結果が、結果がでもいいですがね、まあ、こちらでも、最初の方針に反するようになったのだと思います。いよいよ始まりますから、ますから、ますから、よろしく。もしくは、以前紹介したことがあります、はじまという符号をオリジナルで
まあ即席的というか考えましたが、無責任ですが、始まりでもいいですが、流して始まりますから、もしくは以前説明しませんでしたが、始まりますでもう始まりますでもいいでしょうね。喜び勇んでヨーロッパに出発した。ここにヨーロッパはヨッパと書きますと書かれていますので、そのように書きましたが、別の書き方で通信教育 の教材でも出てたと思いますが、このような書き方、ヨッパもいいですが、これ一筆というか筆を離さずにこう書けていいかもしれませんよね。こう来てこうもうささっと崩れて、大きめにも、こちらもヨッパもそうですが、12ミリぐらいに書いてもっていうようなこと書かれています。ヨッパとか大きめに、もうこれも同じで、もうこんな感じで書いてもいいかもしれません。まあそれでヨーロッパにですね。次が予算案が、中から案が上程されたので、いよいよ本格的な審議が始められることと存じます。仕事がようやく終わりましたので、喜んでお宅に参上させていただきます。お宅、逆記していいですね。もちろんお宅と書いてもいいですが、それから参上、私のもう一つの書き方、参上させ、背をかぶせさせていただきます。もしくは手を省いて参上させていただきます。こんな書き方できます。場合によっては、あ、ちょっとブツブツってな、場合によっては予算がダメになるかもしれない、よろしく頼みますよ。頼みでもいいですが、のみという符号を書いて頼みと書くこともできます。どうぞ、もしくはどうぞよろしくお願いをいたします。太平洋戦争によって日本と中国の関係は根本的に変わりました。これより以上は御用立てできませんから、よろしくご承知願いますよ。はい、それでは今回以上で終わりたいと思います。失礼します。